全地球の全人類の皆さん、こんにちは、山田五郎でございます。和田さん、今日はどんな作品について疑問をお持ちになったんでしょうか。今日はこちらです。これはオランダの17世紀の画家レンブラント・ファン・レインの夜景という作品ですね。はい、これはすごい作品ですよ。オランダの国宝というとこれが一番に出る作品ですよ。そうなんです。オランダ人にとって一番大事な絵は何ですかっていうとこれなんですよ。もうフェルメールでも何でもないですよ。これなんですよ。オランダのアムステルダムの国立美術館ライクスムセウムって行ったことありますか？ないです。最近綺麗になったんですよ、改装して。もうそれ10年ぐらいかけて改装して、改装がどんな大変だったか、映画ができたぐらい大変だったんですけどもライクスムセウムでこの作品だけもう1個の部屋、夜景の部屋にドーンと飾られてるぐらいで、基本的に向こうの美術館油絵にはガラスかかってないですけど、まあ、この作品だけはガラスがかけられてる。そんなに大事な、はい、大事な作品、まあ、レンブラント自体がオランダで一番の画家当たりですかって言うとレンブラント。昔ユーロがない頃オランダはギルダーだったんですけども、一番高いギルダーのお札レンブラントでしたもん。そんぐらいの画家なんですね。そのレンブラントの夜景、オランダの国宝の絵画に何か文句があるの？いや、その女の子が一人怪しく、なんかこれね、はい、それは何なんでしょうという。ああ、なるほど、はい、それはね、正しい疑問ですよ。多くの人が思ってるし、多分この絵が描かれた時も全員からそこにツッコミが入ったと思うんですけれどもね。まずこの作品なんですけども、夜景、夜に警備するっていう意味の夜景って言われるんですけど、これ元の題がね、長いんですよ。フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊。多分これがフランス・バニング・コック隊長なんですよ、うん、でこれがウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長、うん、で後ろにいるこの仲間たちは火縄銃組合、うん、まあ、今の日本でいう猟友会みたいな、うん、あ、鉄砲持ってる人たちの、はい、その集まりなんですよ、うん、でそれがこう自警団、あの市内をこう、悪い子はいねかって見回りしてる、はい、自警団の、まあ、これ集団肖像画っていうんですけど、今でいう記念写真ですね。写真がない時代ですから記念写真なんですよ。これ当時ね、あのオランダスペインとまだ戦争してますから、まあ、そういういろいろなことがあるか、こう市内見回りしてたんですけども、その人たちがこう夜回りに行く感じなんで夜景っていうタイトルがついたんですけども、どうやらこれ昼間らしいんですよ。暗くないですか？暗いんだよ。それで暗いから夜景っていうあの名前がついちゃったって言われて、でよく本なんか見ると上にこう油絵保護するためにニス塗るんだけど、そのニスが黒ずんで絵全体が暗くなってたから夜だと思われたって書いてあるんだけど、それだけじゃなくてそもそも暗いんだよ。それなのにこの辺だけスポットライトが当たってる。まずここからちょっとお話をしていきたいと思うんですけどね。これ17世紀の42年だ。レンブラントが41歳の時に描いた。これ17世紀のヨーロッパの美術ね、よくバロック美術って言われるんですよ。バロック真珠って聞いたことない？聞いたことないです。あのまん丸じゃない変形した真珠のことバロック真珠。あ、そうなんですか。だからポルトガル語でバロッコっていう、そういうあのいびつな真珠のことを言うんですよ。どうしてそのバロック美術っていうかというと、ルネサンスがまん丸だとしたらバロックは楕円なんだよ。少しいびつなんだよ。実際その丸の構図がルネサンス多いのに対してバロックはこう楕円の構図が多かったりもするんだけど、それだけじゃなくって、ルネサンスが静静かだとしたらバロックは動なんだよ。ルネサンスが調和だとしたらバロックは対比なんだよ。それで特に明暗対比、
い部分と明るい部分の対比を極端にすることでドラマチックに演出するっていうのがバロック絵画の場合は非常によく行われた。でそのスタイルを確立したのがイタリアのカラバッジョっていう人なんだけれども、そのカラバッジョっていう人のスタイルが大変人気になって、当時みんなイタリアに絵を勉強しに行くじゃない、オランダの画家たちもローマでそのカラバッジョのあれを学んで持って帰ってくるわけ。レンブラントもそれに従って帰った。こう暗いところと明るいところの対比を強くする、これをイタリア語でキアロスクーロっていうんだよ。前レオナルドのところでスフマートを覚えてくれたと思うんだけど、今日はキアロスクーロを覚えていってほしいんだよ。キアロスクーロ、うん、キアロっていうのは光、スクーロはまあ影だ、光と影、明暗対比、これを強烈につけてくるね。そのことでやっぱこうドラマチックになるんじゃない、スポットライトが当たったみたいな、うん、そういう効果を出すっていうのがこのバロック絵画の特徴なんだけど、レンブラントもそれを使ってる。だからやっぱり影の部分は普通以上に暗くなるわけだよ。でそのことによって光に当たった部分が普通以上に目立ってくるわけですよね。で集団肖像画っていうのはさっきも言ったように記念写真みたいなもんだから、みんなでお金出し合って頼むわけだよ。なのに結構暗くなっちゃってるよと。じゃあこの場合光当たってるのどこかっていうと、まずこの2人だよね、うん、これはさっき言った隊長と副隊長、ここに光当たるのはいいわな、うん、お金もたくさん出してますから、これ誰ですかって、うん、なんでここに光当たってるのっていう話です。なんでこのおっさんたちの中に1人女の子が混ざってるのっていうことですよね、うん、でこの女の子がですよ、またいろいろ不気味ですよ。なんでこの鶏下げてんですかって、顔もよく見るとこれ子供っていうより大人、子供ババアみたいな感じじゃないですかこれおい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 っていうことに当時からなったわけですよ。だけど結論から言っちゃうと、これ誰かっていうと、前やったドラクロワの自由の女神みたいに実在しない人なんですよ。実在しない女神なんですよ。これもおっぱい出てないけど、おっぱい出てないけど、どこで女神ってわかるかっていうと、はい、鶏でわかるんですよ。鶏って鶏下げてるやついねえだろうって話なわけですよそれ で, でなんで鶏下げてるかっていうと、鶏の爪に注目してほしいんですけど、この鳥の爪、はい、鳥の爪っていうのが火縄銃組合の象徴なの。あの火縄銃ってこういうのついててカタンって落ちて発射するでしょ。引き金引くとこれ火縄がここで燃えてて、それがカタンって落ちてパーンってみたいな、うん、ってことはこれはまあその女神なんでしょうということまではわかるんですよ、うん、だけどそれにしてもスポットライト当たりすぎですよっていうのはあるし、うん、あとこの顔何ですかっていうのがあるわけですよ、うん、でこっからはですよ、若干こう想像になっていくんですけれども、実はレンブラントがこの作品を描いている最中にレンブラントの愛妻が亡くなっちゃうんですよ。子供を産んでその産後の日立ちが悪くて、子供は無事に生まれたんだけど奥さんはその後亡くなっちゃうんですよ。でこの子供ババアのような面影は、その亡くなった奥さんの面影をとどめているんじゃないかという説があるんですね。じゃあその亡くなった奥さんはどういう人だったかっていうと、それはまあ若い頃の絵なんですけど、こういう人なんですよ。で似てなくもないんですよ。これレンブラントの奥さんでサスキアっていう人なんですけど、この人はオランダのアムステルダムの有力な画商の姪っ子さんなんで、割と裕福なうちのお嬢さんなんですよ。レンブラントはこの人と結婚することで、まず持参金が手に入り、それからアムステルダムの市民権、レンブラントはライデンっていうところの出身の人なんですね。そこからアムステルダムに出てきた人、アムステルダムの市民権、それからその有力な画商だから、首都アムステルダムのセレブたちの人脈がいっぱいあるわけですよ。セレブ人脈、これを一挙に手に入れたんですよ。だからレンブラントが出世するきっかけを作ってくれたのがこの奥さんだったんですよ。でそれとなんかその金目当ての結婚みたいなイメージあるかもしれないですけども、結構ラブラブでもう奥さん大好きだったんですよ。でこの奥さんの絵もこれ花つけて、ギリシャ神話の花の神フローラのコスプレを
させてるわけですよ。で、大体昔の画家で奥さんにコスプレさせて描いてる人はラブラブだと思って間違いがないよっぽどなんですよ、うん、なぜならこういうのって注文されて描いてないじゃないですか。当時の画家は基本注文されて描くのが当たり前で、注文もされないのに絵描くのはレオナルドとかぐらいなんですよで、そんな中でオランダは市民の国だから、貴族とかがあんまりいない国だから、市民のお金持ちがスポンサーなわけだよね。ほんとこういう集団肖像画っていうのが商売のジャンルになるわけなんだけど、それまではさ、なんせほら記念写真みたいなもんだからさ、みんなこう正面向いて普通に描く集団肖像画が多かったのよ。ところがレンブラントは外科のお医者さんの組合のね、集団肖像画頼まれた時にね、その先生が解剖学の授業をしているところをみんなが見てるみたいな描き方をする作品を描いたわけ、うん、要するに記念写真にシチュエーションつけたわけだよ、うん、だからやるだろ、君らも卒業アルバムとかでさ、うん、なんかよくわかんないさ、変なダンスレースみたいなことやったりしてさ写真撮るだろ、はい、ああいうシチュエーションをつけるっていうのを結構最初にやったのよ。で、それでまあ人気を博していった。でもちろんそれ以外も教会の宗教画とか歴史画とか大きな作品も描いて、どんどんお金も儲かっていったんだよ。だからもう結婚して2人イケイケだったんだよ。このイケイケを物語るのがこの作品でさ、ついに2人してコスプレを始めたわけだよ。これ放蕩息子の帰還っていうね、聖書に出てくる話なんだけど、もうどうしようもない放蕩息子がお父さんからお金もらって散々遊びほうけてお金なくして帰ってくるって話なんだけど、だけどお父さんはその息子を許すって話なんだけど、これはその放蕩息子が酒場でいい調子になってるのを、放蕩息子はレンブラント本人で、酒場の女将を奥さんでコスプレして書いてた。こんな感じの、まあ、いい調子でイケイケだったんですよ。これなんか見るとさっきのこの少女にちょっと似てるっていうのが分かる。似てますね。ところがこの夫婦の唯一のその不幸だったことは、生まれてくる子供がみんな早くに死んじゃったんだよね。長男と長女と次女かな、相次いで割と赤ちゃんの時に亡くなっちゃうんだよ。だからなかなか子供が育たないっていうのがあった。で、またようやく夜景を描いてる頃に妊娠して、で、やっと今度次男が生まれたわけだよね。次男が生まれてよかったねって言ってたら、今度奥さんの方が亡くなっちゃったわけですよ。だからそんなこともあって、この奥さんの面影をこの肖像画に残したのか、あるいはその亡くなっちゃった2人の子供とか、まあ、当然奥さんに似てただろうかな、そういうのを込めたのかもしれないって言われてるんですよね。なんかその励ます女神の感じがないでしょ。悲しいし怖いでしょ。これやっぱりだからその奥さんが亡くなっちゃったっていうこととか、これ出ちゃってると思うんだよね。火縄銃組合も勘弁してくれよだったと思うよ。いや、そりゃお前もさ、奥さん死んじゃってあれなのはわかるけどさ、こいつにこんなに光当てるのはどうなのって、俺こんなだよっていう意見は当然出たわけですよ。でもここに目立つぐらい書いちゃうくらい奥さんが好きだったんだもんなって、だろうなってのは、許してくれる人もいたんじゃないですか、ね、いるわけないだろういないですか。いるかよ、わざだったら許すかよ。よくないですか。じゃあわざここねみたいな、これでいいのね全然いいですよ。いいのだけどお金一緒だよそんな心の広い人はいないんじゃないか。で、面白いのはこの作品が代表作ですよね。オランダの国宝と呼ばれる代表作になったわけだけど、同時にこの人が転落していくきっかけになった作品でもあるわけですよ。一つはまずこの集団肖像画でやりすぎたんだね。シチュエーションをつけすぎたんだよ。だからスキアドスクールも聞かせすぎて、この暗いところでほぼ見えなくなっちゃってる人とか、横顔でよくわかんない人とかいるわけで、同じ金出してこれは納得いきませんよみたいな、ましてなんでこの人の方が目立ってんですかみたいな、ここにやりすぎてちょっと評判が悪くなっちゃうんですよ、まず第一に。で、第二に、さっきも言ったようにその幸運の女神だった奥さんが亡くなっちゃうでしょ。
で亡くなって、まだ生まれたばっかりの赤ちゃんだけに残っちゃったわけですよ。はい、それでその血のみごを残されちゃったから乳母を雇うんですよ。その乳母とできちゃうんですよ。でしかもそれだけだったらよかったのに別のお手伝いさんともできちゃうわけですよ。それで最初にできちゃった乳母の方から婚約不履行で訴えられるんですよ。いや私結婚してもらえるもんだと思ってこの子も自分の子だと思って育ててますよと、だけど別のお手伝いさんともできちゃうってどういうことですかみたいな話で裁判になっちゃうんですよ。ほいで負けちゃうんですよ、デンブラント。で慰謝料払わなきゃいけなくなっちゃう。評判は悪くなった、奥さんは亡くなっちゃうわ、乳母とできて婚約不履行で慰謝料払わなきゃいけなくなるわ。でしかもオランダの景気が悪くなってくるんだよ、だんだん仕事自体もどんどんなくなっていく。ところがこのイケイケ時代にですね、レンブラントは豪邸をローンで購入しちゃってるんですよ。今アムステルダムに行くとありますよ、レンブラントクイスって言って、うん、あのレンブラント美術館になってますよ。その家をローンで買っちゃうんですよ。でローンが支払えなくなるんですよ。それで差し押さえられちゃって破産宣告受けて、で家も取り上げられちゃって、まあいわゆるこの貧民街に引っ越すことになるんですよ。これが頂点なんだけど、ここからどんどん転落していくんですよ。だからバロック絵画の特徴ってこの明暗対比だって言うんだけど、画家自身も明暗対比なんだよ。レンブラントもイケイケのところからどんどん転落していくんだよ。だけど2はね、レンブラントは転落してからがいいって言うんだよ。確かにそうなんだよ。そのイケイケの頃ってまあでっかい歴史画とかもう堂々たるものすごい立派なうまい絵だけど、まあそれだけの絵なんだよ。そのぐらいうまいやつは他にもいるかなっていう絵なんだよ。ところが転落してからはさ、注文もないのに描く絵が結構増えてくるわけだよ。そうするとちょっといいんだよ、あのもう力が抜けてて。あ、味が出てくるし、あとやっぱりちょっと新しさが出てくるんだよ。ほらレオナルドはさ、客の注文聞かなかったからアーティストとして名を残せたっていうところがあったんですけど、それと同じでレンブラントも注文なくなってからの方がむしろアーティストとしていい仕事ができてるんじゃないのみたいになってくるんだけれども、ただ暮らしは苦しくなってしまったっていうことだよね。だそんな意味でこれはある意味このレンブラントの絶頂期の作品であると同時に転落のきっかけになった作品でもあるってことなんだよね。